最初の頃はハムスター用のケースを使ってたんですけど、非常に掃除の効率が悪いと。パイプなんかだと洗いにくいんですよね。こういったショーケースみたいなのは、衣装ケースかみたいなのはとっても掃除しやすいです。自分は衣装ケースは特別に改造はしてません。このまま使ってます。でちなみに給水ボトルは、この時期はつけません。で当初は猫材おトイレの猫砂使ってたんですけど、あれはね持たないんですよね。残りはティッシュなんかで、これ、仕上げで出てくる。これ出してあげるからちょっと待ってて。今掃除が終わったところです。みんなね今戻して、ちょっと床材の匂いで落ち着かないのかな。ちゃんと自分でほぐしなさい。大きくなってね、あっという間にね。ではまた。